神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。たけちゃんいらっしゃい。こんにちは。いや久しぶり。本当、エイコバさん元気？元気よ、神様がもういつも守ってくださって元気なのよ。よかったよかった。よく会いに来てくれてありがとう。やっぱり今日もいろいろ聞きたいことがあったんだけど。嬉しい。この前エイコバさんに聖書の安息日について教えてもらったことがあったでしょ。あの後で週末を過ごしたらなんかすごいリフレッシュした気持ちで休むことができて、やっぱり安息日は神様からのプレゼントなんだなって思って週末を過ごせたんだよね。聖書のことがよくわかる。もうイスラエルに行くと全然違うでしょ。やっぱりそうなのかなって思った。よかった。それで今日の質問は、今日は、やっぱりホテルに行った時のことなんだけれども、ホテルに行って晩ご飯を食べて、それで、デザートも出てくるんだけど、デザートと一緒にコーヒーを飲みたいなと思って、それは日本人だったら普通にあるもんかなと思ったんだけど、なかなかコーヒーが見当たらないから、コーヒー注文できますかって聞いたら、そしたらそこの人がここではコーヒーは出てこないのでロビーに行ってコーヒーを注文してくださいって言われたんですよ。それがなんか不思議だなと思って、なんでコーヒーイスラエルの人はケーキと一緒に飲まないのかなって思ったんだよね。それはね、そのホテルが食物規定を守ってるから、これ聖書の立法に書かれていることなのね。このコーヒーのことも聖書の立法と関係がある話なの？食物規定っていうものがね、書かれているので、ちょっと申命記この中には、あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならないって14章3節に書かれているのね。そして、何を食べていいのか何を食べてはいけないのかっていうことを書かれていて、そして、これ21節には子ヤギをその母の乳で煮てはならないっていう言葉が書かれているの。で、何の意味だかわからないでしょ。それをユダヤ教の人の先生方は、これは肉とミルクを混ぜてはいけないっていうふうに解釈したのよ。どのくらい肉とミルクを混ぜてはいけないのかっていうと、ちょっとこれ見てね、ここに、2種類のセットがある。この入れ物はミルクのものを食べるときに使うもの、こっちのセットは
肉のものを食べるときに使うもの、うんうんうん、そしてこのフォークだとかスプーンはミルクのものを食べるときに使うもの、ここに、ナイフだとかフォークだとかって、ここにあるのは肉のものを食べるときに使うもの、うん、これを絶対混ぜちゃいけない。絶対に混ぜちゃいけない。そしていつも2種類用意されているっていうこと。お鍋も同じものを使っちゃいけない。オーブンも同じものを使っちゃいけない。へー。そして洗うときには、ミルクのものを洗うときにはこのスポンジ、うん、肉のものを洗うときにはこのスポンジ、うん、これを絶対混ぜてはいけない。肉とミルクを一緒に食べちゃいけないっていうふうに理解してるっていうことは分かったんだけど、それをお皿もお鍋もそういう食器類を全部分けなきゃいけないって、そこまで考える必要があるのかな。いや、それは彼らの考えの中にはこの今朝食べたミルクのもの、うんうんうん、ちょっとしたらチーズ、食べたチーズのちょぴーというのがくっついてるかもしれない、うんうんうん、それのお皿にまた肉を食べると混ざったことになる。だからこれを絶対混ぜてはいけないっていうのは、もう流しも別々で、だから2つの流しがあるわけなのよ。1回ミルクのものをここで使ってたら、ちょっとでも残ってたら後で混ざっちゃう可能性があるので、最初からお肉の時にしか使わないための食器が用意されてるっていうことなんだ。ということなんだ。はあ、すごい徹底してるんだね。まあでもそのことと、さっき質問したホテルでコーヒーを頼んだらロビーで注文してくださいって言われることとは、ちょっとまだどう関係があるのかが見えてこないんだけど。肉のものを食べるとき、コーヒーを飲むっていうとミルク使う人が多いですよね。クリームだとかミルク、うんうん、そのためにもう肉のものを食べるものに時にはコーヒージャーンを使わないっていうので、うん、この食器にはコーヒージャーンがついてこない。うん、うん、だから、あなたのホテルでお肉が出たでしょ、うんうん、そのお夕食の時はお肉の食器で食べたでしょ、それでコーヒーをくださいって言ったら、それについてきてるコーヒー茶碗がないから、あ、ロビーに行って飲んでくださいって言ってるのね。へー。ロビーではコーヒーを頼むことができるの？ロビーはお肉を出さないから、あ、うん、だからコーヒーはいつでも飲めるの。ロビーにある食器は絶対に混ざらないから、いつでもコーヒー出せるように準備されているというか。そういうこと。なるほど。いや、でもユダヤ人はそんな風にして聖書の掟を守ってるっていうのは結構面倒くさいなって思うし、それって聖書の掟って言えるのかなって、そんな風に思っちゃうね。これはラビたちが解釈してることで、聖書の掟って呼べるかどうかわからないけども、それを守っている人たちにとっては面倒くさくないの。面倒だと思うんじゃなくって、うんうん、そうじゃないのが気持ちが悪い。そういうふうにして育ってるので、そうでないのが気持ちが悪いっていう感じ。そうなんだ。他にレストランで何かそういう食物規定のことで困ることとか注意してることってまだあるの？あるわよ。例えば、日本人の旅行者が、朝ごはんに梅干しを食べてたのね、レストランで。そしたらホテルのマネージャーが大急ぎで来て、うん、お願いですからそれをここで食べないでください。へー。梅干しっていうと
ミルクにも関係ないし、肉にも関係ないじゃない。うんうんうん、だけど、その、梅干しを作った、台所が、この肉のものとミルクのものを別々にしていない台所で作ってるから、それは、汚れてるものなのね。で、それを食べてるところをラビに見られたら、うん、そのホテルのレストランが閉められてしまう。へぇ。ラビが、じゃあ見てるってこと？そう、監視してるんですよ。監視してるの。へぇ。だからマネージャーは、見られてないうちに何とか。何とか求めてください。へぇ。徹底してるんだね、それは。徹底してるんですよ。まあ、それにしても写真をちょっと見てもらいたいと思ったんだけど、デザートを食べた時に多分これが出てきたんだよね。こういう、ああ、はいはい、ケーキ、うん、ケーキたくさんあるうちの、例えばこれはクリームが使ってるケーキだと思ったんだけど、これはミルクではないのかな。これはいい、これはミルクを使ってなくって、うん、野菜から取れたミルクだと、例えば豆乳、そのようなものを使って、作ったデザートなのよ。豆乳のミルクだったら、まあ、見た目はミルクだけど、混ざらないっていう、お野菜だからね。野菜だから、ああ、そうかそうか、じゃあコーヒーを出す時にも豆乳のミルクとかでこう飲めばいいことなんじゃないのかな。でもこのお肉の食器にコーヒー茶碗がついていない場合は、それが問題なのね。じゃあコーヒー欲しいって言ってるから、朝のコーヒー茶碗を使って出しましょうというわけいかない。絶対混ぜちゃいけない。なるほど、なるほど。こっちにはもともとコーヒーの茶碗がないっていう。ない。で、こっちのミルク用のを持ってきたら、やっぱり一緒に洗ったりして混ざっちゃうから。混ざっちゃうから。それはできない。そこではコーヒー飲めないので、ロビーに行って飲んでくださいっていうのを聞いて、あ、わかりました。じゃロビーでコーヒー飲むとするじゃない。で、そこでこうミルクを入れて飲むとするじゃない。まあ、確かに場所も食器も違うけれど、お肉を食べた後で、じゃロビーに行ってコーヒー注文してミルクを飲んだら、まあ、結局、もうお腹の中では混ざるというか、これは矛盾しているようなことにはならないのかな。たけちゃん頭がいいんだよね。細かいところに気がつくんだもんね。いや、それは私たちが考えることで、うんうんうん、ユダヤ人はロビーに行ってコーヒーを飲むということは4時間しない。4時間。もうミルクのものを食べたら、肉のものが入ってるサンドイッチのようなものは4時間食べない。へー。で、肉のものを食べたら、ミルクのものを食べるまでは4時間。へー。じゃあ大体その消化する時間を考えて、4時間は時間を置きなさいって。へー。そうなのよ。そこまでやってるんだ。イエス様は、この食物規定に従ってイエス様も同じようなことを、同じような生活をしていたっていうことになるのかな。これはユダヤ民族のしきたりだったから、うん、そういう環境でイエス様も育ってらっしゃると思うんだけれど、うんうんうん、イエス様の時代っていうのは 99% が貧しい人たちだったのね、うん、だからそのお肉を食べるっていうような贅沢なことっていうのは、うん、1年に1回杉越のお祭りにちょこっとお肉を食べれる、それはエルサレムで食べること。そしてもし誰かが結婚式に招待してくだされば、うんうんうん、結婚式で、お肉を食べれる。それ以外ではお肉を食べれるっていうことはおよそなかったのね。貧しいから。貧しいからね。でも杉越の祭りの時は全員食べるチャンスが
あったっていうことなの？杉越のお祭りの時は食べなきゃいけない。食べなきゃいけない。子羊かヤギを必ず食べなきゃいけない。だけど貧しい人たちはそんな子羊一匹持っていけないじゃない。だからイエス様の時代ではラビが10家族で1匹でも大丈夫というようなことだったのね。だから10家族でお金を出し合って食べるっていうと、もうほんの一口か二口しか入らないんだけれど、ね、みんなが食べなきゃいけないので食べたっていうもの。そうか。でも 99% って言ったら、もうほとんどもう全員が貧しいっていうことでしょ。そう、 1% だけ裕福、なんでそんなに 99% の人が貧しいっていう時代があったの？それはローマ時代だから、ローマが、ものすごい税金を取ってたのね。そして、その税金がどのくらいだったかってちょっと想像もできない、分量なんだけど、75% 取ってたって。 75% が税金、税金。それをヘブライ大学の教授が言ってたんだけど、75% 取っていかれるっていうと、一生懸命育てた穀物の4分の3持っていかれるわけね。だけど主税人っていう人がいて、その主税人が残った4分の1から自分の分を持っていくっていうので、主税人がものすごく嫌われてたの。じゃあその人々の手に残るのは、残りの4分の1よりもさらに少ない分だけが手元に残るお金だと。だからもうほとんどの人が明日の食物はどうしようかっていうぐらいに貧しかったの。そうなんだ。イエス様も貧しい人たちのうちに入って、イエスも貧しかったのかな。イエス様も貧しかったのよ。なぜそれがわかるのかっていうと、このマタイの17章24節なんだけど、彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですかって質めてるのね。それで、ペテロは納めますって言って、イエス様のところへ行ったんですね。そしたらイエス様が、実はその宮の納入金のお金がないわけ、っていうことは貧しかったということなのね。ないのでペテロに、魚を釣りに行きなさい、一番最初に釣れた魚の口を開けると、捨て樽が入ってるから、それを持ってあなたの分と私の分を払ってきなさいって言ってるんですよね。まあイエス様は神様だから、どの魚が金貨を飲み込んだかっていうのを分かってるので、それが引っかかるようにできたんですけど、他の人たちはそれができないので、宮の納入金を納めるっていうのがどれほど苦しかったかっていうのが随分ここに表れていると思うのね。なるほど。この金貨の話の裏側にも歴史的なこととか、その貧しい状況が何であったかっていうのが実は隠されていたっていうことなんだね。そういうことなのよ。イエス様も貧しかったんだ。だからこの食物基地規定っていうのはコーシャルっていうんだけど、コーシャルの台所は昔の貧しい人たちには必要でなかったと思う。そうなんだ。イエス様の時代の貧しい人たちはここまでして守る必要がないぐらいに、お肉を食べる機会もない
貧しさだったっていうことなんだ。そういうことなんだね。そっか。現代を見るとどこの家にも流しが2つあったりオーブンが2つあったりして守っているっていうことが今起きてる。それがほとんどの家なんだけど、うん、1回だけ、うん、あの流しが1つしかない、うん、オーブンが1つしかないお家に行ったことがある。へー。ですっごい宗教的な人で、うん、でその宗教的な人たちはここでは肉とミルクを混ぜることができないからってそのお家を買ったんだけれども、うんうんうん、引っ越してからは絶対に肉を家で食べないっていうことにして。へえ。ミルクのものだけをそこで食べるっていうことなの。卵も、うん、ミルクのものと一緒に食べれるし、お魚もミルクのものと一緒に食べれるので、うんうんうん、お肉だけ食べれないっていうわけ。あ、そういうことなんだ。いや本当ユダヤ人の生活を見ると、まあ、聖書のこともよくわかるし、なんか面白いことがもっと発見できる感じがするね。ユダヤ人の生活を見ると、うん、イエス様の時代のこともよくわかってくるし、うん、いやイスラエルにおばさんが誘ってくれて本当にね、あの嬉しい、よかったな、行ってよかったなって思います。いや嬉しいこと言ってくれる、うん、ますます聖書がよくわかってくるでしょ。こんなことを疑問にも思わなかったなっていうこともたくさんあるし、うん、コーヒー一杯のためにこれだけのことが、あ、うん、分かってくるんだもんね。うん、いや本当今日もすごい楽しいお話を聞かせてくれてありがとう。いやもうとんでもない、うん、また来てね、うん、今度来るときは、うん、あの一緒にイスラエルに行った友達を連れてきたいんだけど。いや嬉しい、うんうん、やっぱり同じような疑問に思ったことをちょっと一緒におばさんに聞こうっていう、うんうん、じゃあまたその時に、はい、あのそのお友達と一緒に来てね、うん、はい、また来ます。はい、ママによろしくね、うん、はい、それでは本日のおさらいをします。コーシャルと呼ばれる食物規定は肉とミルクを絶対に混ぜないということです。イエス様の時代の人々は 99% が貧しく、肉を食べる人がほとんどいなかったので、食物規定を守るための台所は不必要でした。じゃあ皆様また会いましょう。シャロー。